はい、初めての企業案件ということでですね、デハンサーというものを使ってみようと思います。このデハンサーというのは簡単に言うと、あのフィルムエミュレーションができるというソフトなんですけれども、まあ、VSCO とか今まであったと思うんですけれども、まあ、そういったものができると。で、あの特徴がですね、まあ、動画のフィルムのエミュレーションもできるし、フォトショップとかライトルームのフィルムエミュレーションもできるということがあってですね、まあ、どうしても同じ色合いが作れるんじゃないかということで使ってみたいと思います。今回ダヴィンチリゾルブのカラーグレーディングをやるのに、今までやってきたのはライトルームのプリセットにある VSCO という、まあ、そういうモジュールを使ってるんですけれども、まあ、それの例えばコダックのポートラ800とかアグファ XPS ポートレート160といったフィルムのデータがあるので、まあ、こいつをですねエクスポートラットで256点のラットという形で持ってきてたんですけれども、今回ですねデハンサープロを使って、まあ、こちらの方に同じ種類のフィルムのデータがあるので、まあ、これを導入してで比較をやってみました。で、そのデハンサーを使ってみたいなと思ったきっかけなんですが、まずこれなんですね。この動画をですね、あのこれ今あの取って出しの状態なんですけれども、それにですねあのラットを当てると、エクスポートラットで持ってきたラットを当てるとこんな感じになることあるんですね。これがオリジナルの状態で、この光源の周りのこのバヤーンとしたこのボワンとした感じがなだらかなカーブを描いてこうあの暗くなっていくんですけれども、まあ、これにですねあのライトルームから持ってきたエクスポートラットのこれ256点のラットなんですけれども、それを当てるとこんなになっちゃう場合なんですね。この光の周りにこんなこうバンディングというこういう筋ができてしまう、こんな風になることがあってですね、こんな感じでですね、なんかこれクオリティ悪いなと、こうならないこともあるんですけれども、あのライトルーム側で自分なりにこう好みの色に調整した後に、まあ、それをエクスポートラットであのラットを、ダヴィンチリゾルブに持ってきて、で当てた時点であのこんな風にバンディングができてしまって、まあ、クオリティが下がるというのがあって、まあ、ちょっとがっかりしたっていうことがあって、これラット256点も使ってるのにちょっとこれでもダメなのかなってちょっとがっかりしちゃってることがあります。これがダヴィンチリゾルブでデハンサーを使うことによってカラーグレーディングをライトルームに依存しないでよくなるんですね。ということで、まあ、デハンサープロを入れることで、まあ、ダヴィンチリゾルブで色合いをつけると、それからもう一つのライトルームとかフォトショップの写真の方の 色味はそちらも同じデハンサーを使えば同じ色味にできるんじゃないかということで、それのテストをしてみました。まあ、ダヴィンチリゾルブとそれからフォトショップのものがあります。それからまあアフターエフェクツとかファイナルカットプロとかいろいろあるんですけれども、今使おうと思っているのはダヴィンチリゾルブ。それではデハンサープロをインストールしていきます。これは開いてもいいかって言って開いて。で設定ウィザード、これなんか日本語でちゃんと出てきますね。はい、ダヴィンチリゾルブでデハンサープロを使うときにはカラーページのエフェクトというところから追加してやります。エフェクトを見ていくとですね、さっきインストールしたそれがここのところにこうフィルムエミュレーションという形でデハンサープロが入ってきます。これをこのノードに対してつけてあげることでデハンサープロが働きます。まずどうやってやるかというと、例えばこれ1個追加して、こっちはカラーコレクションのためにちょっと用意してあると考えてもらえばいいんですけども、カラーコレクションの後にデハンサーをつけるというのがいいというので、このカラーコレクションあるいはまあカラーグレーディングやった後にですね、その後にこのデハンサープロをつけてやります。まあ、ここにデハンサープロを入れるともうこれすでについた状態になってますね。これ切るとこんな感じで、これがまあオリジナルなんですけれども、これをデハンサー入れるとかなりフィルムっぽいというか、まあ、かなり粒子が入ってるみたいな感じの効果になります。
で、この効果に対して、まあ、どうやってこう色を見ていくのかというと、これあのクリックするとデハンサープロが働くので、まあ、これがない状態ですね。で、これがデハンサーが効いている状態になります。一つですね、これで動かすとですね、あのすごい重いんですね。実はこのもうすごく粒子が粗いみたいな感じになるんですけども、例えばこんな感じですね。重いですよね、これね。どれぐらい重いかっていうと、デハンサーをこうオフにしてやるとどうなるかっていうと、これまあ一応 4K のデータをなんですけども、今これぐらいは動くんですね、これね。で、これにデハンサーを入れると重さがですね、こんな感じでカックカックになってしまうというのがあります。でですね、まあ、これはちょっと重いなと思うんですけども、この重さはですね、どうもこのフィルムのグレインがついてるからじゃないかということで、このフィルムのグレインがイネーブルになってますよね。で、これを覗いてやると、まあこれあの色味はデハンサーの色味なんですけれども、これがオリジナルでこれがフィルムです。で、色味は変わってるんですけれども、ノイズ、まあグレインがこう入ってないので、ノイズっぽいやつが入ってないんですね。で、この状態で動かしてやると、まあこれはまあそこそこ動くと、多少遅いかなっていう気もするんですけれども、まあそんなに問題なく動きます。ですので、まあ、このグレインを入れることによって、まあ、かなり雰囲気がまた変わる、まあ、いい感じにこう映画っぽくなるんですけれども、これ最終的なアウトプットでこうやってやるっていうのがいいのかなというふうに思います。あるいはですね、あのデハンサーはこの最後に入れろって書いてあるんですけども、その先にさらに効果を入れるっていうのもいいよっていう話が書いてありまして、で、その時はですね、例えばもう一個ノードを追加して、ここであのデハンサーとは違うあのグレインっていうのがあるので、まあ、それを入れてるっていうこともいいですね。これですね、あ、フィルムグレインですね。これを追加してやるとすると、これはあのこのダヴィンチ側のフィルムグレインの雰囲気になります。これあんまり入ってる感じはしないですけれども、でもこれもやっぱりですね、やっぱり重くはなるんですけれども、あのグレインのエミュレーションって結構CPU の負荷が高いみたいなんですよね。まあそれでこれも遅くはなっちゃいます。ただまあデハンサーよりはまああのマシかなぐらいの感じなので、まあこうやってやるっていう方法もいいのかもしれないですね。フィルムっていうところでですね、まあこれで好みのフィルムを選択してやることができます。例えばあとは富士のエテルナですね、とかですね、富士カラーのいろんなスーペリアとかなのもありますし、それからコダックのものです。コダックゴールド200とかもあります。これはあの本当にお好みによって雰囲気は全部変えられますよと。だからコダックのですね、ポートラもあるんですよね。ポートラ400とかこんな感じでありますんで、結構ポートラ好きな人いるんじゃないかと思うんですけども、まあこんな感じで変えることができます。まあ、これもですね、いろいろその効果をこう強くしたり弱くしたりっていうのもできますんで、お好みでいろいろ変えられますっていうのがあります。肝心のですね、デハンサーでのデバンディングについてなんですけれども、これをちょっと調べてみました。今この一番お尻のノードにですね、最後のノードにデハンサーが入っていて、で手前側でカラーコレクションやってるんですけれども、そのデハンサーが効いた状態で、まあ、いろんなその手前側のカラーコレクション、あるいはカラーグレーディングのところをですね、まあ、いろいろいじってみました。このトーンカーブとかをですね、特にいじってやって、まあ、これでですね、そのバンディングっていうその明度が階段状に変わるような汚い動画にならないかってことで、ちょっといろいろなこのフィルムも含めて試してみたんですけれども、まあ、結論言うとですね、今のところそういう破綻を起こしたりはしてなくて、まあ、綺麗にですね、明度がまあ緩やかに変わって、そのバンディングっていうのは見られませんでした。今回デハンサープロを使ったカラーグレーディングとですね、もう一つ
エクスポートラットを使ってライトルーム側からその256点のラットという形でダヴィンチリゾルブに適用した、まあ、そのラットの比較をやってみたいと思います。この 4K のサンプル動画を 16GB のメモリの M1 MacBook Air でエンコードしたときに、オリジナルのものは15秒でエンコードができたものが、このエクスポートラットとダヴィンチリゾルブのフィルムグレインを使うと1分1秒、それからデハンサープロですと1分38秒かかりました。ちなみにこのデハンサープロでもフィルムグレインなしにすると50秒という結果でした。まとめですけれども、ディハンサープロを使うと楽で綺麗なカラグレができるということが分かりました。それからエミュレーションはできる項目が大量にあってですね、まだまだ全然使いこなせてないんですけれども、結構いろんなことができるので楽しいですね。処理は重いんですけれども、フィルムグレインをうまく使うといいかなと思います。例えば紹介したみたいに、フィルムグレインのところだけダヴィンチリゾルブのものを使うっていうのも一つの方法かなとは思います。まだいろいろ試していないんですけれども、色味は VSCO の色とはちょっと違うかなというふうに思います。それと概要欄にですね、購入時の 10% オフのプロモーションコードを貼っておりますので、とても興味のある方はぜひご利用ください。